トンネルを抜けると、そこは瀬戸大橋だった。瀬戸大橋で結ばれた岡山と香川のチームが激突。今年の瀬戸大橋ダービーはファジアーノ岡山にとってリベンジの舞台です。リベンジの舞台は香川県立丸亀競技場。もう絶対勝ちたいっていう気持ちで来ました。もう絶対勝って帰ります。今年こそやっぱり去年の借りを返したいなっていう。去年は敗れたここ丸亀、勝利を願って駆けつけたサポーター2700人。アウェーでね、去年悔しい思いだったんで、今年はスキッと今年こそ勝って帰りたいと思います。選手に伝えたのは瀬戸大橋ね、ちゃんとサポーターを笑顔で返そうと。一方ダービーに燃えるのは釜玉荒れサポーターも同じ。絶対勝ちます。今年も勝ち点3奪っちゃおうかなっていう感じですね。釜玉荒れ絶対勝利。両チームの意地がぶつかり合うダービー。12位のファジアーノ岡山と13位の釜玉荒れさぬき、8点は同じ。ダービーの盛り上げにこれ以上の条件はありません。まず試合を動かしたのは瀬戸大橋の橋脚のごとく高く、そして強固にそびえるファジアーノの柱。そう、キャプテン岩政大輝選手。チームに火をつけるのが得意な33歳のベテランは試合序盤その高さを生かしてネットを揺らしますが、少し気持ちが流行ったか、これはオフサイドの判定。しかしその表情にはダービーを楽しむ気持ちが。僕はこのダービーっていうのは初めてでしたけども、すごくいい雰囲気で、楽しくサッカーやらせていただきましたけども。ダービーというお祭りを楽しむ男がもう一人。35歳のベテラン梶選手の体を張った飛び込み。勝負どころを知る2人の元日本代表の加入で、瀬戸大橋ダービーは去年までとは少し違う展開に。後半6分でした。梶選手のクロスが相手のオウンゴールを誘い、ラッキーな形でファジアーノに先制点が入ります。ラッキーなね、ゴールになったんですけど、1点1点なんで。ダービー初勝利に向けて俄然勢いづくファジアーノ。去年3得点を挙げたダービー男、押谷選手は。しかし、皆さんは覚えていますか？今年のファジアーノが瀬戸大橋のごとく強固な守備を誇ることを。終盤、釜玉荒れ怒涛の攻撃に対峙した我らが瀬戸の守り神。コースの変わったシュートにも見事な反応。大輝さんに当たってちょっとコース変わったんで危ないなと思ってましたけど、本当に手伸ばしたら届いたんで、そこは本当に際どいところだったんで、本当にガッツポーズは出ましたけど。その大輝さんが瀬戸内海の山口県周防大島出身。瀬戸と名の付くダービーで燃えないはずがありません。ファジアーノ瀬戸大橋ダービー初勝利。さらに8試合ぶりの勝利でついに長いトンネルを脱出しました。やっと久しぶりにいいお酒飲んでいただけるんじゃないですかね。楽しかった、勝てたから来てよかったです。今度はすっきり勝ってほしいですね、自分で決めて帰っていい食事とお酒が飲めると思います。今日は梶選手が良かったと思います。もう嬉しいの一言ですね、そして勝利といえば待っててください梶選手約束の勝利のダンスがついに。カジスタはもちろんノーカットで放送します。
ウェーということでちょっと控えめに、はいはい、ホームであの岡山の人たちにこう見てほしいっていう、もっと多くの人たちに。やっぱり勝利はいい、喜べるっていい。今日のホーム東京ヴェルディ戦ではもっと多くの人たちと。瀬戸大橋ダービー初勝利、長澤監督の言う通りファジアーノサポーターは笑顔で瀬戸大橋を帰れそうです。さあ次はホームシースタでヴェルディ戦。 CM の後はミサキがエース越谷選手のあの秘密に迫ります。ミサッキーの聞いてきたもん。皆さんからいただいた質問に選手の皆さんの代わりにミサッキーが答えていきます。今回は押谷優希選手への質問です。今年は何点取りますか？こちら14点以上という答えが返ってきました。期待しています。太い足がすごいと子供がびっくりしています。どうやったらそうなれるのかと聞いてみたいそうです。筋トレだけじゃなく毎日のトレーニングの積み重ね、プロとして体調管理で日々気をつけていることは何ですか？よく寝ることと食事の栄養バランスだそうです。僕はもっともっとサッカーが上手くなりたいです。どうしたらいいですか？こちらもっともっと練習しようということです。頑張ってね。憧れの選手は中山雅史選手と佐藤久人選手だそうです。ハーフタイムの時間内でどんなことをして気分転換をしていますか？髪の毛を留めるゴムを締め直すそうです。エースストライカーの押谷選手、今年もかっこいいシュートをたくさん見せてください。先月のプレゼントはご覧の皆様が当選しました。おめでとうございます。今月はファジアーノ岡山のトートバッグを5人にプレゼントします。